あの戦いの全員はまだ行方不明です。ところでお名前は？はじめまして。では初対面のプレゼントとして一人仲間を選択してください。どけどけ、門縁で道を開いた。ご主人様、一緒に冒険できて嬉しいです。旅をもっと楽しくするため仲間を召喚しましょう。さあ、一人目の仲間を召喚しましょう。できました。一緒に戦わせてみましょう。ははチームができましたね。出発しましょう。ご主人様、この石灰を触ってみたら標的がわかりますよ。触ってみましょう。森の謎を解きましょう。はは、探していましたな。ここに隠れていますね。ご主人様、戦いましょう。敵が近づいてきました。ご主人様、敵が一番右側に近づいたら戦闘失敗しますので、その前に全部消滅しましょう。どけどけ、門縁で道を開いた。ご主人様、もう一人の精霊がこのエリアに隠れています。見つけて倒したら次の町に行けるようになります。金塊です。金塊ですね。わあ、これは珍しいものです。ご主人様、指の動きが速いほどコインがたくさん獲得できますよ。早速やってみましょう。危ない、この先に進んではダメ。さあ、調教の時間だ。
次は私の番ね。お手伝いしましょうか。次は私の番ね。この子たちはただのペットじゃないよ。この子たちはただのペットじゃないよ。お手伝いしましょうか。あれ、あなたは？ご主人様、ご主人様、この人私とはそっくりです。願いが叶うのならこの命を捧げても。だから未来のご主人様が私を現在に戻して自分を助けろと指示を下したの。だからしばらく協力するわ。そうですか。あなたは私ですか。強そうですね。では行きましょう、ご主人様。主人様すごいですね。ここも全部クリアしました。新しいエリアに行けるようになりました。ご主人様、バッグで武器があるようです。もらっていいですか。いいですよね。ね、おほほほほ、ようやく武器を入手しましたね。もうパワーフルーの状態です。もっと親密なエリアで冒険してみましょう。ご主人様はもう自分の力で冒険できますよね。うん、絶対行けます。信じていますからね。じゃあこのプレゼントを差し上げます。ご主人様、また新しい仲間が加わりましたね。一緒に戦わせてみましょう。